くお願いします。はい、アンさん今日はよろしくお願いいたします。とっても素敵な衣装ですね、はい、そう、あのバナナをイメージしまして、あのこう足元はこの葉っぱになっています、はい、ねえ、とても食べ方は本当そのままですもうそのまま、ね、バナナ、シンプルに、そうです、これさえ食べればって思ってるんですけど、合ってますかね。高カロリーっていうね、そうそう、バナナはカロリーが高い説がすごくささやかれてますが、ね、ありますよね、はい、そこはどうなんでしょう。そこは全く あの勘違いというか、むしろ低エネルギーの、はい、食品でありまして、まあ、あのバナナ自体に食べたものを脂肪に変えないようにする、はい、うん、エネルギーに変換させるためのビタミン D 群というのも豊富ですし、あとはその美容健康に欠かせないビタミン C であったりとか、あとはまあ女性であれば妊娠を希望される方なんて葉酸が必要になってくるんですが、そちらも入っております。さらにあの肌老化を防止するポリフェノールというものも入っておりますので、まあ女性にとってはとても嬉しい栄養成分がぎっしり詰まっております。スタイルを保つ秘訣なんてあるんですか？そうですね、でもやっぱりその食べ過ぎに注意することだったり、でもなんかその私もバナナはすごくあの漠然としてましたけど、栄養価が多分ものすごく高いっていう情報だけを頼りにその朝摂取してたりしてたので、それはいいことだったんだなと思って、すごく、はい、良かったです、はい、まだあこれから楽しみですね。どうですか？おーおーおー、嬉しそうですよかったですあ、むちゃくちゃ美味しいとお言葉いただきました。うん、美味しいです先生、よかったです。あのこのソースは何ですか？ソースはソースはマンゴーソースになっています。マンゴーとバナナとヨーグルトと、はい、あと食感もそのグラノーラも入っててすごく美味しいですし、あとラズベリーシャーベット、すごくあの柑橘さっぱりしてて、はい、もう味がマッチしてました。すごい美味しいですこれ。やっぱりスムージー人気ですもんね、女性にね。そうですね、バナナ、もうまさにすっごい濃厚なバナナです。どのぐらい入ってるんですか？結構、ね、バナナ約2本分近く入っていますので